ちゃ。こんにちは。さあ、はい、今シーズンもうタイトルが出揃いました。ね、はい、パリーグね。パリーグそうです、はい。レギュラーシーズンを終えて、まずはじゃあ打者の方から、はい、野手の方から見ていきますか。あ、どっちでもいいよ。打率は、はい、オリックスの吉田正尚選手。はい、3割5分ね。3割5分です。よく打ったね。いやー、頑張って打ってましたね、すごい。あの、打てても打てどもさ、はい、チームは勝てない、うん、ね。吉田一人で本当に野球やってんじゃないかって思えるぐらいの活躍だったんだけど、はい、うん、もう途中から吉田も諦めたね、チームを。あー、もう打つことに徹したよね。もうなんかそんな感じがした。もう個に徹するってことですね。そうそうそう、うんうん、じゃないと、あの、やっぱもう引きずられてると、はい、もう自分までダメになっていくというかさ、はい、だから吉田を見てるとかわいそうになったけどね。あ、逆に。あ、そうですね。やっぱり一歩のヒットとかさ、はい、ホームランが勝利につながると、うん、やっぱそれだけ価値も上がるじゃない、はい、だから吉田見てると辛くなったよね。あいつ本当一生懸命やってんだ、うん、で一塁まで一生懸命常に走るしさ、はい、だからすごく好感の持てる首位打者だったよね、うん、そうですね、かわいそうだったけど、そうですね、チームはね。だから、うん、途中からはもう本当に自分のためにっていう風に切り替えたんですよ。だから自分のためだけど、その一本のヒットがチームに貢献してるじゃない。うん、それがなんていうの、身にならないっていうのを分かりながら打っていくっていうのがさ、その辛さがやっぱり吉田にはあったんじゃないかなっていうような気がしたけどね。豊さんもその太陽にいた時のなんかちょっと心境と被るところって、うん、あるある、ありますか？ある、あった、あった。あ、いくら打っても勝利に結びつかないとかさ、いくら走ってもとかね、うん、そんな。でも来年はね、勝利に結びつけるように頑張ってほしいと思うんですよね。そうですね、はい、ちなみに2位は柳田選手で、3位が近藤選手でした。あ、ね、うん、はさあ続いて、はい、ホームラン本塁打ですけれども、はい、楽天の浅村選手が32本、ね、中野選手が31本。これね、でもね、はい、1本差だろ。1本差です。これ札幌ドームを考えるとさ、はい、やっぱ中田翔の31本っていうのも価値あるよ。ですね。で、やっぱラジオのね、はい、仕事で札幌に行くこともあったりとか、うん、テレビでも追っかけて見てたんだけど、はいはい、フェンス前でさ、取られるケースっていうのが多いよね、今年は。調子も良かっただけに、うん、その飛ばすということはね、率は低かったけど、はい、だから札幌ドームじゃなかったらもうちょっと行ってるかもね。そうなんですね。あれ、野球って不思議だよな。それが記録になっちゃうんだもんね。そうなんですよ。だって球場の広さとかさ、みんな違う、全然違うのにさ、それで競り合ってるって、うん、不思議な、不思議だよな。サッカーではないわけですよ、ね、絶対ないよね。ちゃんと決まってるの、枠がですよね、うん、って考えると不思議なスポーツとか。いや、不思議なスポーツだろ、はい、それでタイトルだどうのこのって言ってんだからさ、はい、どういうことみたいなまあでも浅村もね、はい、やっぱ牽引をした、うん、ね、そうですね、まあ、頑張りましたよ、はい、ね、そして3位には柳田選手が29本でと、はい、そして打点ですけれども、はい、打点はホームランで取れなかった中田翔選手が108打点で取りました、ね、で2位は浅村選手です、はい、ヒットの本数が、はい、中田翔はね、103本が104本なんだよ、うんうん、でも108でしょ、すごい、打点の方が多いんだよ。すごいですね。すごいのよ、うん、でも2割3分ぐらいしか打ってない、はい、もうちょっと率が良かったらもっと安定した確率で取れるということだよね、はい、うん、でもまさにチームに貢献してることも証ってことですね。まあまあ、それはもう打点が一番評価高くなるから、はい、だからそういう意味ではやっぱこうホームランをね、2位で終えて打点を取れたということはすごく良かったなという、うん、ただ感謝しなきゃいけないのが西川遥輝がやっぱり出塁率がいいということと、うん、まあ、これから話す近藤がね、はい、やっぱり出塁率のタイトルも取ってるということ、うん、だから安定してランナーがいたということだよね。それ前の動画でもね、おっしゃってましたもん ね、うん、だからそういう意味ではやっぱ中田翔も自分の力も、はい、もちろんあるけども、チームメイトに感謝してると思う。あ、前に出てくれてありがとうっていうことなんです ね、さあそして最多安打はソフトバンクの柳田悠岐選手が取りました、はい、これはね、すごい、うん、これ柳田悠岐、はい、ね、3部門にも絡んできてるでしょ。打率が2位、はい、ホームランが3位、打点が3位でしょ、はい、このタイトルホルダーの中に A クラスに入ってるのって柳田ぐらいしかいないんだよ、うん、あ、そうですね、そうでしょ、はい、バッティングの部分ではね、はい、だからそれだけやっぱり柳田の力っていうのは大きいということだ。
貢献してるという、で達川さんも言ってたけど、初回の点に、まあ先取点に絡むケースがものすごく多い、柳田がね、7割方絡んでんじゃないかっていう、で得点ホームに帰ってくる力もあるよね、で出塁率もいいしさ、だから柳田っていうのはもう抜群の選手になってきたね。柳田選手、これ三冠取るのももう、一番三冠に近い男だと思う、ね、そうですよね、何も最多安打ソフトバンクの柳田悠岐選手という、何が取れてね、良かったなと思って、柳田はね、そうですよね、そして先ほど話した出塁率が日本の、この選手です。まあ、出塁率っていうのはさ、すごく貢献ポイントが高いのね、メジャーでは、まあ打点、ホームラン、打率、出塁率、で出塁率とイコール打点が結びつくということでさ、そういう意味ではチームに貢献をしてるんだけど、ただ出塁率をさ、狙いに行って取るものでは俺はないと思うんだよね、打率とかホームランとか打点とか狙いに行ってもいいと思うんだけど、出塁率っていうのはさ、狙いに行っちゃいけない。これは何でかというとさ、やっぱ出続けた結果が数字として現れて、それを評価されるという、自分が狙って、いやこれ出たら出塁率、出塁が出なかった、塁に出られなかったなっていうタイトルでは俺はないと思うんだ、で今度休んだんだよね最後に、だから俺近藤の能力ってもっと高いところにあるから、なんかちょっと残念だったね。そこはここにこだわらずに、こだわるなんて、そこはこだわったら小さくなっちゃうって、もっと打つことを考えないと、で打率も途中で諦めたんだよね、やっぱ届かないと思って、で出塁率に徹したら、なんかってじゃあ試合こう見ながらも思ってたところはありましたけど、今後の力ってもっと高いところにあるから俺が見てると、だからあんまり小さくならない方がいい、こだわらない方がいいってことですね。そうじゃなくてっていう、こだわらなくても取れるよ今度は、あれだけ選球眼がいい、良くて粘れるんだ、だからそこら辺はちょっと考えてほしいな、来季の課題というか、今後の課題みたいなところですよね、そして盗塁は周東選手です。50シュートは、これはまあ世界記録も作ったしさ、すごい、それはもう50も走ったし、価値があるんだけど、一番価値があったのはライバルを諦めさせたということだよね、西川選手、途中まで1個差とか2個差で行ってたんだよ、バーンと離した瞬間にもう西川が諦めたような状況になったもんね、もう走られなくなったもん、だからそういう意味では、シュートはまあ圧巻だったと思う。で規定打席に達してないでしょ。あ、そっか。もうそれで盗塁を取るっていうのは、その中でも世界記録を作るっていうのは、やっぱこれからこう楽しみな選手になってきたね、もっともっと。そうですよね。でフォアボールで一塁に歩くときに拍手をもらえる選手ってなかなかいないんだけど、シュートがフォアボール取ったら周りが拍手するもん。うわ、盗塁が見れるっていうこと。見られるっていうね。だからファンそういう楽しみの一つにもなってるってことですね。で足で金が取れるような選手になっちゃったよね。いやもうまさにです。そうだよね、でも昨年は足っていうだけでよく大走でしたけど、今年は本当にこうね、レギュラーとしてっていうのも大きかったのかなっていうふうに思います。だからまあ立派な盗塁王ですよ。そうですね、さあ続いて、ピッチャー投手部門なんですけれども、これすごいですよ。三冠、もう防御率、そして、最多そして奪三振も、これはソフトバンクの千賀投手です。そうだね、千賀さ、春先悪かったんだよね、そうなんですよ、出だしが。今年も千賀どうしちゃったんだって、終わったらさ、三冠だって圧巻ですね。でもね、勝負どころに来た時からやっぱ千賀のスイッチが入ったね、それまで落ちなかったフォークが見事に落ちるようになったしさ、どこにスイッチあるんだっていうぐらい、やっぱすごい調整してくるんだね、そういうところ、防御率は 2.16、で2位がオリックスの山本投手 2.20、 去年の、立派な数字だけどね、まあそうなんですけどね、でもね、山本はね、勝たしてやらなきゃいけないよ、8勝だもん。かわいそうでしたね。かわいそうだよ。だ1対0で負けるとか2対0とか、でも印象的には山本由伸が3冠取るぐらいの圧巻なピッチングを見せてくれるわけよね。そうなんですよね。そうでしょ、はい、印象的には残るでしょ、はい、でも終わってみれば8勝しかできてない、
まあ、こういうところがオリックスのさ、ちょっと弱いところだよね。さっきの吉田正尚選手に通じる、そう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 だなっていう部分ですよね。だ今年はよくその千賀投手と山本投手の投げ合いなんていうのもあったね、うん、ありましたし、ファンはそこでね、盛り上がりもしましたし、で、勝利、はい、最多勝は千賀投手で、同じくソフトバンクの石川投手、そして楽天の涌井投手、3球団でね、初ですよ。やっぱりどこ行ってもやっぱ力は嘘つかないというかさ、はい、やっぱ力があるんだよね。で今年は特に涌井はまっすぐが良くなったね、はい、今までまっすぐ走らずにさ、変化球でごまかそうとするんだけど、はい、ごまかしが効かないんだよね、まっすぐに威力がないから、うん、でも今年はやっぱりまっすぐがテーマだったんじゃないの。ですごいいい走り切れもしてたしさ、はい、だから勝って当然だなと思うんだけど、涌井、うん、はさ、俺の印象では雨の中で投げてる涌井の印象が強いんだよね。あいつが投げるっていつも雨みたいな、なんか雨男みたいな。そうそう、で足滑らして投げてるんだけどさ、はい、でもまあよくベテランでね、頑張ったと思うしね。そうですね、西武ロッテ楽天で、そうね、最多勝取るっていう、ね、で石川なんかはさ、はい、やっぱ特殊ボールがあるよね、あの子の投げ方、はい、投げるかなと思ったら遅れてくんだよね、手が。そっからさ、バッターにはどう見えてるんですか。いやだからタイミングが取りづらいんだよ、うん、でボールが見えないんだよ、なかなか、はい、で特殊ボールがあるんだよ、フォークとか、うん、あいつの投げてるカーブなんていうのは、はい、ものすごい曲がりが大きいからね。それはもうどこで覚えるんですかね。いや、やっぱり投げ方と体型だよ、はい、だからそう、教えて教えられないものは持ってるんだけど彼は、うん、だから11勝っていうのは少ないね、はい、俺が言いました。もっともっと勝っていかないといけない、もっともっといけるだと思う。でも工藤監督も最後に石川に勝ちをつけるためにスイッチしてね、うんうんうん、で11勝をプレゼントしたわけどさ、あ、やっぱりね、タイトルを取る取らないんだと、いや、まあ自信、自信が違うよ、うん、まだ若いからいい自信になったと思うよ。そうですね、さあ、そして、最多セーブです。セーブ数は、はい、勝率もあるでしょ。勝率はね、石川なんだよ。あ、そうなんですね。ちょっとここにで最後に勝利と、はい、その勝率を取ったんだ。2つってことですか。2つ取った。あ、大きい。ソフトバンクから、うん、ね、そう続々と出てますね。でも、総なめだもん。そうですね、後でちょっとそこ話しますけど、それと、はい、かわいそうだったのが、うん、東浜、はい、9勝2敗なんだよ。うん、で勝率の計算として10勝以上のピッチャーで計算するんだよ、はい、で最後ロッテ戦に投げたんだけどさ、うん、力尽くしちゃって打たれちゃったんだよ。あ、で来て投球回数にも達しなかった、はい、だからかわいそうでしょうがないよね。あともう一本のところ、ね、そこで勝っとけば東浜が勝率でトップになったんだよ、はい、まあ、同じソフトバンクですけどね。そうだからちょっとかわいそうだったけどね、東山はね、はい、でも開幕投手を務め、そうですよ、まあ、立派にやりきったかなと思うよね、はい、東山もね、タイトルには手が届かなかったけど、はい、はい、そして、西武は西武の増田投手です、ね、30セーブ以上で失敗がないんだよ、はい、すごい。これがね、3人目なの。あ、そうなんですか、はい、佐々木と武田久志って日本ハムの選手、はい、この2人しかいなかったんだよ。今年失敗がないんだよ、すごい。で西武がピッチャーが悪いピッチャーがいない、うん、大量点取られるんだよ、抑えきれない、うん、でも増田までつながればさ、はい、増田はしっかり抑えてくれるピッチャーが待ってんだよね、うん、だからもうちょっとここにつなぐまで頑張れよって。そしてあと一歩だったんですよね、うん、でもね、あのね、うん、増田の心境とするとすごくね、心がもうブルペンに行ってこんな動いてると思うよ。まあ、例えば勝っててひっくり返されたって、あ、今日はないとかさ、うんうんうん、え、今日はないと思ってたのにひっくり返しちゃったよとかさ、もう大変なチームだよ。大変なチームで抑えやってるで、最後の最後にあんな痺れる試合をロッテとしてたじゃないですか。そうだよ。いや、だからすごい気持ち的に大変な1年だったのかな。まあタフなんだろうね。でもね、タフじゃないとできないですね。だって負けがつかなかったっていうのがすごいよね、年間でね、はい、はい、そしてホールドはソフトバンクのモイネル投手が取りました。あ、モイネルはね、前半すごかったね、うん、最初ピッチャーが若手しかいなくて、うん、状態も良くなくさ、うん、モイネルにつないだら次に森が抑えてくれるというかさ、はい、だからモイネルにつなぐまでが大変だったんだけど、うん、モイネルがそこでもう相手の勢いをピシャーッと止めてくれたよね、うん、やっぱ大したピッチャーだよね。
で今、まあ、打者そして野手のそれぞれのタイトル見ていったんですけれども、去年はどこのチームがほぼ取ってたか覚えてますか？知ってるわ。西武はすごいなって言ってたんだから。もう西武オンリーだって言ってたのが、今年西武は増田投手のみで、ね、あとはソフトバンクの選手が多いんですよ。多いよな。そうなんですよ。まあピッチャーだね。特に、まあ、今年はやっぱり、ね、ソフトバンクを支えたのは、まあ、あのピッチャーがね。そうですね、支えたよね。ただ出だしはソフトバンクはなぜこの位置にいるんだろうっていう、だったのが気づいたら優勝でタイトルも取ってるっていうのがすごいですね。それと打者で言えば、柳田と周東だけ A クラスに入ってるチームから出て、あとはやっぱ B クラスになってるよね。そうですね。だからこういうタイトル、一つ一つの記録が、やっぱチームの成績として反映されていくようになってくるとね、タイトルっていうのももっと価値のあるものになっていくよね。そうですね、というわけで今回はですね、パ・リーグの、各タイトル取った選手を取り上げました。はい。